ボートレース福岡西日本スポーツ杯争奪戦シリーズの5日目準優勝戦ラストのカードを迎えました。第12レースです。1号艇三重の東本勝利、2号艇福岡の長野宗志郎、3号艇兵庫の茂木輝彦、4号艇香川の深川和人、5号艇静岡の河合雅治、6号艇佐賀の久富正弘です。スタートまで1分となりました。枠なりでの待機行動が進んでいます。1号艇東本勝利登場です。前走地江戸川のダイヤモンドカップ優出地、3場所連続優出中の東本、今シリーズ予選トップ、前半1着、さあファイナルポールポジションをかけての陰線です。2コースが地元です。2号艇長野宗志郎、3コースが3号艇茂木輝彦、3年ぶりの福岡水面、連勝からスタートし勝ち上がってきました。4コース今候補に引っ張る角線が4号艇深川和人です。5号艇河合雅治が5コース戦、6号艇久富正弘6コースからの戦いです。準優勝戦第12レース体型は3対3、進入コース内側から1番2番3番4番5番6番の並びです。2秒前、1秒前スタートしました。準優勝戦第12レース1号艇2号艇3号艇4号艇を出ていく、一周一幕逃げる1号艇の東本、3号艇の刺激まくってアタック内が空いている、2号艇長野、4号艇の深川の差しが入っていく。スタートは前提正常でした。さあ3艇が並びました。4号艇2号艇1号艇3艇の接戦です。最内4号艇の深川和人が一周2幕を先行体制、外全速端から2号艇の長野、1号艇の東本が指す、さあ懐ついた1号艇東本、先頭1号艇東本勝利、2番手が4号艇深川和人、3番手が3号艇刺激上がっている、2号艇の長野4番手に交代。レースは2周目1幕、トップは1号艇東本、2番手4号艇深川、3番手は3号艇刺激、右おっと3号艇ここは引き波にはまってしまった、全速端から2号艇長野宗志郎、3番手リードしています。上の3艇1番4番2番です。その後ろ水が空きました。3号艇刺激、5号艇河合、6号艇久富、2マークトップは1号艇東本、2番手が4号艇の深川、3番手は2号艇の長野、上の3艇142、レースはこれより最終周回、準優勝戦ラストカード第12レース先頭は1号艇の東本勝利です。1周バックでは3艇の先頭争いとなりましたが、2マークできっちりとさばきました。1号艇東本が先頭、2番手が4号艇深川、3番手が2号艇長野、上の3艇1番4番2番です。この1423連単の図 9.1 倍を指しています。最終ターンマークトップで戻ってくる1号艇の東本、2番手が4号艇深川です。3番手2号艇長野宗志郎、準優勝戦ラストカード第12レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。